歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。さて、8月21日っていうと、実は、歯医者さんのその業界の方でですね、この日をホワイトティースデーといって、口元笑顔が素敵で白い歯、オーラルケア、口の中の健康意識の向上っていうものを願って、8月21日をこのホワイトティースデーっていうのに決めたらしいです。821が歯にいいという、まあいわゆるダジャレですね。821で歯にいいと、ホワイトティースデー、ホワイト白ですよね。ティースっていうのがこう歯ってことです。白い歯の日っていう形になってるわけですね。っていうことで、このホワイトティースデーに対してホワイトティースアワードなんてのやってまして、一般アンケート、これによって、笑顔が素敵で白い歯が輝かしい、著名人、2012年長谷川理恵さん、2013年、これは聞くとね、あ、確かに白い肌はって思うかもしれませんが、新庄剛志さんね、あほら野球のね、新庄さんですね。はい。で、2014年に上戸彩さん、そして2015年は大地真央さん、2016年は有村架純さんで、17年が広瀬アリスさん、なんていう風に続いていくわけですが、で、白い歯っていうと、まあホワイトニングってことを思いつく人も多いと思うんですが、ただ僕はまず虫歯っていうものの治療することが一番だと思います。理由は、中にこう虫歯ができてると、それが透けて歯が黒いなんていうのはね、よくわかります。僕はこう治療の前後、写真を撮ってビフォーアフター、治療前治療後でこうになりましたよっていうのを、その日の治療でもね、そういうふうに写真を撮って見せたりしてます。そうすると、治療されたっていうのが分かりやすいですよね。そうするとね、その治療されたっていう感じが、治療してもらったっていうのにも変わったりするんでね。写真を撮って見せれば、確かに術前術後ビフォーアフター変わってる、そして黒かった歯が白くなってるっていう風になれば、やっぱり分かりやすいですよね。で、この黒かった歯が白くなってるってことは、当然口の中がその分だけ明るい感じになりますよね。これがやっぱり、全ての歯に対して、その虫歯という黒く見える要因っていうのがなくなり、全ての歯が健康な白い状態になれば、ホワイトニングをするよりも、よほど綺麗になるんじゃないかなと僕は思います。まあ実際ね、そうやって全部白くなっていけば、より綺麗には見えますよ。ですから、まあホワイトニングっていうのも、やっぱりこうね、興味ある人は多いとは思うんですが、ホワイトニングその前に、まずは、黒い虫歯の部分をなくしましょう、なくしていきましょうっていうことは、意識しておいてくれればなと思います。まあ下手なことやっちゃえばね、言ってみて、中に大きい虫歯があって歯が黒く透けてるのに、そこをホワイトニングでさらにね、白く透明感を増したら、余計黒いのがね、目立つ感じになりますよ、じゃないけどね。なので、ホワイトニング、マニキュアの塗って白くするようなものではなくってね、白いシャツとかを、襟とかあれのね、汚れの成分とかあれの脱灰ですね、脱した時には脱灰、脱灰っていうのをやっていくときに、やっぱり、いろいろ成分分解して白くするっていう形、なんとなく分かりますよね。だからホワイトニングも若干歯の表面を傷めるような傾向っていうのがないわけじゃないんで、知覚過敏とかそういったものが出る可能性がある。そういったものであれば、まあまずは白い歯っていうのを目指すんであれば、第一歩は虫歯治療からの方が、僕としてはいいと思いますので、ぜひ、まあそういったことも、白い歯に憧れる人たちね、虫歯治療、まずここから始めてください。はい、というわけで、今日はホワイトティースデー、8月21日ね、語呂としては歯にいい日とね、白い歯の日ということで、そんな話をしました。
というわけで今日はこの辺で失礼します。